どうも皆さん、林明子こと平優奈です。ドラマひまわり宮崎レジェンド2ではこちら宮崎県小林市がロケ地となっております。今日もですね、絶賛撮影中でございます。お父さんと黒木さんは何してるんですかね。私はですね、今日撮影がオフなので小林で綺麗な景色と美味しいものを堪能してみたいと思います。その前に一言いいですか。生駒高原なんもねー。ちなみに生駒高原、春は25万本のポピー、秋は100万本のコスモスで埋め尽くされる小林市屈指の観光地。夜には別の顔も持っていて、夏と冬、満天の星空を堪能することができます。本当に綺麗。つまりは生駒高原、遊びに行くタイミングがてっけ大事。じゃーん、入野山公園にやってきました。お水がすっごい湧いてます。そして虹が出ています。今日はラッキーな日です。これを見た人もラッキーです。じゃーん、すごい、いい写真撮れた。これは嬉しいな。見てください、あそこボコボコと湧き水がすごい澄んでて綺麗ですね。もうマイナスイオンたっぷり浴びちゃってます。気持ちいい。ここ水汲み場があります。すごい見るからに輝いてる。いただきます。なんとこちら天然のシリカ水だそうです。いいな、小林の皆さんはこのお水のおかげでお肌が綺麗なんですかね。あ、美味しい。なんか飲みやすいお水。なんだろう。霧島連山のふもとにある小林市は、山々に磨かれた水がおよそ70カ所から湧き出る名水の里。古くから鯉料理が有名です。出野山公園にはチョウザメの生けすもあって、宮崎県で作られているキャビアの歴史は小林市から始まったんだって。ドラマではここでもお父さんがハプニングを起こしたみたい。さて、歩き回ったらお腹ペコペコになってしまいました。中西さんで小林市が誇る絶品グルメをいただきたいと思います。シャトーブリアンステーキでございます。わー、ありがとうございます。シャトーブリアン、わー、大きい。ありがとうございます。いただきます。ジューシー。あ、すごい柔らかい。もう肉汁がすごいです。飲めちゃう。小林市は宮崎県内有数の宮崎牛の産地。5年に一度開かれる和牛のオリンピックで日本一になったこともあるんです。なんか違いますね、宮崎牛。最高牛。そして小林市の美味しいものはお肉だけではありません。平さん、肉食べた？小林にはね、メロメロメロン中、うんめーメロンがあったよ。ぜひ食べみっくや。食べみっく、ほう、いただみっくや。もうすごいいい香りしてる、メロンの綺麗な色。うん、あんま、でっけ、おいしい。小林市はフルーツの産地。糖度14度以上の甘さが自慢のメロメロメロンは小林市一押しのフルーツ。町の街灯もほら、メロンがモチーフ。もちろん宮崎を代表するフルーツマンゴーも作られていて、夏から秋にかけては梨やブドウなどの果物狩りが楽しめます。小林さんのブドウで作るワイナリーもできました。こちらにはですね、ワインだけでなくブドウジュースやアイスもあるので、大人も子供も一緒に楽しめるワイナリーになっています。そうそう、忘れちゃいけない、小林市は全国にも名の知れた栗の産地でもあるんですよ。今日は
オフを満喫することができました。ドラマひまわり宮崎レジェンド2では小林がどのように登場しているのかぜひチェックしてみてください。皆さんもぜひぜひ小林に遊びに来っくりやんね。メリットメリット。